として、まあ、また冬は地上部となるんですが、これが螺旋を描いてますが、この中に種があります。これが種で、この原子のシクラメンこういうふうにくるくるくると螺旋を描くのが特徴で、この種、中にあるね、この種が熟して万作は万図咲くのと、で黄色のね、こう花びら特徴シワシワとしてね、リボンのような花びら特徴ありますが、まあ、今ね、ニセロッコドライブウェイとかでも咲いてます、まあ、ちょっと顔は見えにくいかと思いますが咲いてます。これが六甲山のね、万作で、あそこにちょっとタイプの違う黄色の万作が咲いてますが、あれは園芸種になります。品種改良されましてね、たくさんの園芸種がありまして、あちらね、雪の中からが枕元に、で間違えて節分草は自生してませんのでまあまあお話ですので、ね、いいんですけれども、そこで大寒オレンと節分草と描かれてました。ちょっと待って。